1位は村上虹郎さん。一体何がヤバいのか。虹郎くんはですね、あ、山ちゃんっつって初めまして、初対面よろしくっつっていう、そういうノリの子なんですよ。お、来んなって思うんですけど、なんかそれが嫌じゃないっていうか、僕は心地よくて、はい、で、一応俺年上なんですよいくつぐらい？7つか7個も違う、だいぶ離れてますけどね。村上虹郎は7歳も年下なのに距離の詰め方がヤバ